5.0、何これ、あ、違うんだけど、なんか何これ、Android 5.0入れました。現在ですね、Android で録画してます。昔の4.4でしたっけ。もうですね、Z3 なんかはスクリーンレコードあったんですけど、僕が使ってる Z2 はスクリーンレコードがなかったので、スクリーンレコーデックスっていうのをですね、入れて、Android SDK とかいろいろ入れて、画面キャプチャーしてたんですが、USB でパソコンにつながないといけなかったんですけども、そういうのが必要なくなりました。で、Android 純正っていうか、Android 純正のスクリーンレコードは3分だっけ？短いんですよね。で、DeX っていうのが、もう無制限で録画できて、で、Xperia の、その、なんつうの？付属でもないけど、Xperia についてる機能のスクリーンレコードっていうのは、まあ、普通に Android、スマホ単体で、まあ、録画、無制限だと思うんですけどね、できたんです。で、それが、今回の5.0にすることによって、まあ、Xperia Z2 も、スクリーンレコード、Xperia のスクリーンレコードで、まあ、無制限で録画できるようになりました。で、実際今それを使ってでます。最初は僕、HDMI で、なんていうんですかね、キャプチャーするインターフェースにつないで、横位置になっちゃうんですけどね、まあ、録画してました。で、現在はまあそのスクリーンレコードを使ってます。Xperia の方のスクリーンレコードを使って録画してます。個人的にですね、まあ、そのスクリーンレコードのやり方としては、まあ、電源長押しすると、まあ、出てくるんで、スクリーンレコードっていうボタンを押す。で、あとは良くなった点としては、Z2 良くなった点としては、再起動ボタンがなかったんですね。なので、電源切るをやって、長押しで、まあ、電源起動してました。再起動ね、調べたんだけど、できるって書いてあったんですよ、Z2 でも。なんか、電源ボタンと、なんか上ボタン、音量上とか長押しでできるとかってあったんですけど、結局できなかったんで、まあ、できたのかもしれないですけど、まあ、この電源長押しボタンで再起動できるようになったのは非常に個人的にはグーですね。Z2 の、特徴というか、まあ、特有の病気で Wi-Fi 切っちゃうとね、しばらく経ってオンにすると Wi-Fi 入んないことがあったんですよ。なんで再起動しないと Wi-Fi 入んないってことがあったんで、まあ、それがね、解決、まあ、再起動 簡単になったんで、良かったかなっていう。まあ、5.0になったことによって、その Wi-Fi の問題も解決してればいいかな、できればいいかなって思ってますけど、まあ、それは分かりません。この上から引っ張るメニューが、個人的には僕、これ、どっちでもいいかな。Wi-Fi のこの、どの、名前が出てるのが、まあ、良くなったところかな。これはどっちでもいいかな。で、これね、分かりづらくなってよ。これ、四角形2つ必要でしょう。あと、できればね、その、シャープの端末なんかだとすごいよくって、メニューボタンがあったんですよ。ここ、下が4つあったんですよね。だからね、これ4つになってくれるとよかったんだよな。戻ると、ホームと、この画面と、さらにメニューボタン。メニューボタンね、あれすんごいんですよ、シャープの端末のメニューボタン。まあ、これはどっちでもいいかな。まあ、個人的に使う機能としては、これくらいか。まあ、そんなとこですよ。いや、良くなったと思います。ありがとうございました。Android さん、ドコモさん。ゲームしながら、スクリーンレコード、やるとどうなるのかということで、やってます。これ音ってどっから拾ってんのかな。外に出てる音をマイクで拾ってんのかな。そうなんでしたっけ。どうなんでしたっけ。できれば内部の音を拾ってほしいんですね。内部の音と、マイクはまあ普通にマイク拾ってほしい。あ、でもマイクから拾うとあれか。
かぶっちゃうから、だからマイクなのか、その要はそのゲームの音が、スピーカーから出てるから、内部の音で、ゲームの音を出しつつ、そのスピーカーからゲームの音を出しちゃうとマイクで拾っちゃうから、多分内部じゃないと思う。だから外に出てる音をマイクで拾う、だからそういう仕組みになっちゃってるんだろうな多分。まあ音質良ければいいんだけど。